Peggy 16. みなさんこんにちは、カプコンの辻元です。タイトルアップデート第2弾、こちらの方も配信されておりますが、皆さん楽しんでいただけているでしょうか。前回ですね、このタイトルアップデート第2弾の、お話をですね、デベロッパーズダイアリーでやらさせていただいたんですけど、実はあの時点ではですね、あえて隠せた、モンスターがいますので、そちらのご紹介を今回はしていきたいと思っております。というわけで、今回もですね、この2人に来ていただいて、紹介したいと思います。まずは、はい、はい、エグゼクティブディレクター、アートディレクターをしている藤岡要です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、ディレクターの市原大輔です。よろしくお願いします。はい、というわけで今回もこの3人でお伝えします。よろしくお願いします。はい、今回のですね、アップデートでですね、実は、はい、ゼノジーバの完全体なるモンスターが、はいはいはい、実は登場しますと。で、前回はこれ詳しくというか隠せたんですけど、前回はジンオーガの亜種の中心にご紹介させていただきましたが、実はですね、今回の目玉的にはですね、このモンスターだったんですね。なので、ちょっとどういうような、感じになっているかというのをこれから、ご紹介したいと思います。今回、このタイミングで、遊んでいただいたこのゼノジーバ完全体のクエストっていうのは、まあ、偵察任務という形で遊んでいただいておりまして、これチュートリアルとして遊んでいただきたいなというところで、実装させてもらったクエストになります。で、実際のこのゼノジーバの完全体を、討伐できるようになる緊急任務に関しては12月の13日から配信を予定しておりますので、まあ、今しばらくちょっとこうチュートリアルで、はいはい、このモンスターの研究をしてもらえればなと思ってます。はいはい、ということは結構そっちが本ちゃんのクエストになってて、そうですね、ガチでやるのは、そうですね、本編ですね。で、まあ、そっちはちょっと、周回エリアを使った遊びにしたいなと思って、はい、またその16人集まって、みんなで協力してやろうっていうのがこの12月の、はい、配信になりますね。クエストの流れを説明しますと、ゼノジーバの完全体が住むフィールドの各階層にエネルギーを持っておりまして、ゼノジーバの完全体が地脈のエネルギーを吸収するモンスターです。なので、こいつを攻撃していって、どんどん体力を減らしていくと、フィールドのエネルギーを吸収して自分を回復する、またそれを攻撃することで地脈のエネルギーを吸収して回復するっていうのを繰り返して、そのフィールドのエネルギーが枯渇するとさらに下の階層に逃げていくので、それでどん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 追い詰めていって討伐を狙うっていうモンスターになってます。ちなみにこのモンスターってゼノジーバ完全体っていうのが名前なんですか？ですね、まだ仮の名称なんですよ。ゼノジーバ自体がそもそも新種として発見されて、まあ、今回の物語で付けられた名前なので、まあ、その完全体を何て呼ぶかっていうのは今ギルドがなるほど今ギルドが揉んでるところです。はい、揉んでます。なるほど。ということで、はい、どういう名前かっていうのも注目されてください。はい、このクエストでもらえる、まあ、報酬、こちらの皆さん気になると思いますので、そちらのご紹介したいと思います。今回のこのゼノジーバの完全体に関しては、まあ、討伐まで本配信の期間では行えます。で、討伐を行うともちろん報酬が手に入るので、素材とかも剥ぎ取れますし、で、まあ、その剥ぎ取った素材の方からは防具とかお供の装備とかが生産できるようになりまして、で、装備、まず防具の方なんですけど、防具の方結構デザインがね、そうですね、パッと見ると結構シルエット的にはこうシンプルなシルエットしてるんですけど、うん、実は抜刀した時にシリーズスキルが発動すればっていう条件がつくんですけど、抜刀した時に力が解放されてちょっとシルエットが変化するので、まあ、そういった感じの、まあ、見た目の変化も楽しんでもらえますし、またそういったものに合わせてそのシリーズすぎるっていうのも結構面白い、ものを積んでますので、まあ、独特な遊びを、していただけるんじゃないかなと思います。またちょっと武器の配置に関しては、ちょっと別の仕組みを今取ろうと思ってます。武器の方は、16人の集会場で、モンスター討伐した後にもらえる、緊急任務の報酬から覚醒武器という形で武器自体を、まあ、直接入手できるようになってまして、まあ、その覚醒武器っていうのが、まあ、鑑定されて、鑑定された武器から、数種類の取得候補が出てくるので、その中から数本選んで入手することができるようになっております。
報酬を受け取る際に、自分のプレイヤーが装備している武器は必ず1本は出るようになっております。で、武器の基本性能についてなんですけど、こちらベース部分はどれも同じものが手に入るようになってます。で、属性と状態上だけ、まあ、鑑定後にどの種類が付与されるかが決まるので、まあ、目当ての属性を選んで入手していただくことになります。でそこから自分で育っていくことで個性がついていく形の、武器になってます。はい、この武器は覚醒能力という能力を付与することで強化していく形になります。クエスト報酬とかで、もらえる専用のアイテムを使ってその覚醒能力を抽選して、抽選の結果3つの候補が出てきますので、その中から気に入った能力を付与していくという形になります。でもしこの3つの中で気に入ったものがなかった場合は次回繰り越しができるんで、まあ、何回もあのチャレンジすればチャレンジすることができます。で繰り越した場合前よりもちょっといいやつが出るようにしてるんで、うんうん、で強化の回数にも上限はなくって、つけれる、性能としては5つまであるので、その5つ納得いくものになるまで何度でもそこは付け替えができるので、まあ、自分の納得のいく武器にするまで遊んでもらって、もしくはこう自分のスキル構成とか関わってきた時にちょっと欲しい性能が違うなってなったらまたそこを付け替えてみたいな、こう付き合っていける武器になるかなと思います。はい、はい、今日ご紹介しましたこのゼノジーバの完全体の討伐できるですね、緊急任務の、クエストですが、こちらの方はですね、12月の13日から配信を予定しておりまして、1月の5日までの配信となっておりますので、ぜひ皆さんチャレンジしてください。このクエスト、その後の再配信ももちろん考えておりますので、ここで、プレイし逃した方は、そちらの方でぜひやっていただけたらと思います。というわけでですね、今回のご紹介させていただいた、クエストでですね、ぜひ皆さん自分好みのですね、武器を、作り上げていただけたらと思います。今回のデベロッパーズダイアリーは以上となります。皆さんいかがだったでしょうか。それでは最後はいつもの掛け声でお別れしたいと思います。いきます、はい、ひとかり行こうぜ。